はい、回転です。今日からですね、ジャストコーズ3やっていきたいと思います。これプレイはね、発売日、1月21日、日本語版がね、リリースしたっていうところで、スチームで、買ったんですけども、日本語化ね、ちゃんとされてるみたいですね。はい。はい、何もね、設定しなくても、勝手にね、日本語になってるっていう、はい、状態です。はい。それでね、結構ね、発表された時からちょっとね、すごい楽しみにしてたね、形になります。英語版、グローバル版と、規制がね、日本語版で、ないっていうことでね、聞きまして、はい。PC 版もね、コンシューマー版もね、規制なしみたいですね。うん。最近ね、そういう流れが、ね、ウィッチャー3以降ですかね、そういう流れがね、ちょっと、フォールアウト4もそうでしたけども、はい。日本人のゲーマーにとってはね、非常にいい流れではありますね。はい。じゃあね、ちょっとまだ操作とかね、前作、2、1、2やったことないのでね、完全に初見なんですけども、はい、ちょっとやっていきたいと思いますね。はい。地中海有数の観光地であるここメディチでは、ミラベロウィークの祝典が続いています。これはメディチの事実上の国家元首セバスティアノ・ディラベロ将軍を称えて毎年開催されている祝典です。うわぁ、ロケット乗ってるね。ぁニコロ・ドリゲス。マリオフリーゴ。戦闘機も出てくるんですかね。爆発せずに済んだわ。いっぱいあるね。国内外で黒い噂の絶えないディラベロ将軍ですが、先日の人権侵害問題については厳しい言論統制を実施、反政府グループを交流した上でバベリウム採掘場で強制労働させるなどをしているということです。何人もバベリウムを使うべきではない。バベリウムって、なんかタランティーノの映画みたいなね、感じが。どういたしまして、ビゴ。どういたしまして、トムシールドン。燃やせ。ねえ、悪役。船とかね、飛行機とかもね、こういう、装甲車みたいなのもあるのか。セスナみたいな、ヘリコプター、ね。うわ、すごい。いやー。中継です。まもなくディラベロ将軍の記者会見が始まります。なんかね、すごい火薬、爆発とかすごい派手になった GTA みたいなね。GTA とかファークライがもっと、なんていうかな。重火器とかの乗り物とかね、爆発とかそういう演出が派手になったっていう、そういうね、感じがしますね。うん。テロリスト、川ごとばかり言いよって。ビコ、どうも。目標地点まであと4分、聞いてるか。起きろリコ、ショータイムだ。シェルド、あれはどこだ。知らないぞ。そもそもあれってなんだ。背中につけてるの。今回は反乱軍、それともディラベロか。おう、どっちかって。
まあ、リカっていうのはこれは前作もね、同じ主人公なんでしょうかね。仕方ないんだ。いいか、ディラベロ将軍は山ほどのバベリウムを持ってる。だから組織のお友達でいられるのさ。ここはふるさとなんだ。なんだろ、バベリウム。なるほど。里帰りを満喫してくれ。だが宝石かなんかが、あるいは忘れるな。なんかね、武器みたいなものなのか。ということは、ダチにでも会うのかい？マリオさ。マリオ。久しぶりだ。そうかそうか。ご対面だな。その通り。いきなりそんな武器持ってってるの。何を計画してんだ、リコ。ちょいと野暮用さ。え、野暮用でロケットランチャーですか。行くとするか。どうした、飛び降りて、タイトルだ。うわ攻撃されてんじゃないの。え、対空砲だ、対空砲。おお、え、どうすんのこれ。航空機を守れって言われたって。え、どうすんの。え、どうやって守るの。対空ミサイルだ、砲台を撃て、今だ。こうか、倒した。うわ、どこだどこだ。あそこか？どこ狙うの？無限か。無限だから腕打ちまくればいいんだな、とりあえず。とりあえず打ちまくろう。わ、やばい。いや、そんな戦闘機狙われたら一発でしょこれ、ね、もう今頃撃ち、ね、撃墜されてるよ。うわ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 、いや無理でしょこれ。あー、落ちてる。さあ、リコ死ぬんじゃねえぞー。どうすりゃいいのこれ。パラシュート。ほう、銃使えるけども、どうすんのこれ。大丈夫か、行ったか。よいしょ、リコ。うわ、リコなのか。 LB、 俺だ。おお、マリオか。すごいな。アミーゴ、助けてくれ。え、助けてくれ。上に登ってきてくれ、早く。登れるかこれ、こうやって。うわ、え、どうやって、どこ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 。おい、やられちゃってんじゃないのこれ。敵だ、やっつけるぞ。どうだ。まさかあのリコ・ロドリゲス様がいるとは思わなかったな。ほら、うんこたれどもが、あいのパンツァ持ってきたか。ああ、ふう、いや、いきなり展開が早いね。リコ、ご無沙汰もいいところだ。なあ、間一髪間に合ったな。こっちはもう少しで奴らに殺されるところで。おい、生きてるぞまだ。おい、さすがだマリオ、少しは賢くなったみたいだな。お前もいい感じじゃねえか。賢くなったって、どうして相変わらず危ねえことしてるのか。こんなとこで敵に囲まれて撃ちまくってただけじゃん。おお、賢くなったもんな。完全に行かれてる。お前が飛行機に乗ってくるのが見えたんだ。マジで。それでチュッバーン、チュッバーンってな。どこが利口なんだろう。びっくりだぜ。危ねえんだよ。あえて嬉しいよ。ショットガン持ちながら。俺も嬉しいよ、マリオ。反乱軍が苦しいんだ。
言ってやらねえと。ファンラン軍が苦しんだ。おい、マリオ。運転するよ。何なんだ一体この。ねえ、何しに来て。反乱軍といきなりだよ。なんか取れないな、ここら辺だけどね。うん。急げ、まあ、いいや、ビークに乗れ。うん。マリオ、マリオ、どこにいる？こちらは身動きが取れない。わ、またなんか誰かが。今向かっている。急げ、リゴ。お前、反乱軍なのか？反乱軍と合流しろ。ああ、わかるだろう。一つのことから連鎖的につながって、最後は奪還。気がつけばリラベロに立ち向かっているというわけだ。リラベロ。おお、ドリフトできるのかなこれ。検問だ、止まるな、リゴ。検問？よっしゃ、任せろ。やっぱ追われるぞこれ。奴の軍が町という町を制圧し、警察署を要塞にかいちまいやがった。戦いを始めるほかなかった。なんか手配度が上がってるっぽい。メディチはすっかり変わった。二つ。さあ、あと500メートル。いや。おははは、それはダメだ。道に戻れって。おい、燃えてる車が、くそ、燃えてるぞ。もうこれダメだろ。ああ。失敗。反乱軍を置き去りにした。すいません。いやー、なんだ今のは。ちょっとな、あんなに吹っ飛ばされんのおかしいな。え、こっからマジか。マリオ、マリオ、どこにいる？こちらは身動きが取れない。あの車、体当たりで、ね、倒せないんですね。お前、反乱軍なのか？ああ、わかるだろう。一つのことから連鎖的につながって、最後は奪還。気がつけばリラベロに立ち向かっているというわけだ。ああ。検問だ、止まるな、リゴ。さすがだ、リゴ。ヒートレベル2ってなんだ。町という町を制圧し、警察署を要塞にかいちまいやがった。じゃあひたすらに走ることしかできないのかな、私は。時期にわかるさ、メディチはすっかり変わったんだ。車の耐久値がありそうなんだね、これね。でもどうしようもない、撃たれ放題。なんかたまに赤くなるけど、これ当たってるってことなんだ。いたぞ、あそこだ。なに、どう戦車が動けばいいんだが。どこ。あ、通り過ぎちゃってるぞ。解放はまだきっと動く。やばい。いいお前は天才だ。キスがしたいくらいだ。じゃい。どっちが判断か分かんない。うわ、いっぱいいるぞ。ちょっと待って、これ乗れないか、これ乗れない、これ。うわ、待ってよ。いや、死にそうだぞこれ。うわ、大変だな。ああ、弾がないんじゃないのこれ。ああ、ソータがまだ慣れない。
さあ敵はどこだ、敵は、うわうわうわ、どっから撃たれてるよ、どけどけどけ、うわはは、うわはは、ちょっと死んでないねこれ、ちょっとちょ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 、まだまだいんの、どこ、まだいんの、どこどこどこ、やったか、今の居所がバレた、道場に足止めされてる、うわぁ、迫っている、一瞬死んだかと思ったけど、まもなく制圧される、応援を要請する、ディマ、リゴ行けるか、彼女を守ってくれ、あっちで落ちよう、展開が目まぐるしいよ、ん、今度は何、ヘリコプターか、どん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 いろんなね飲み物を飲してくれるみたいな感じになってるのかね、これ、ヘリコプターを使って、うわ、はあ、なんかもう広いのかな、その前に、まあ、じゃあ行くか、もうヘリコプター、高度を上げる、高度を下げる、ディーマの隠れ家に到達しろ、あっちか、よし行くぞ、いや、メディチ市民の皆さんおはようございます、メディチ唯一の合法的ラジオ将軍様のニュースネットワークで新しく DJ を担当することになりました、ディラベロウィークが予定通り無事に開催されました、小規模な反政府活動が報告されていますが、反乱者の息の根を止めるために、え、早く行かないといけないよね、派遣中です、やばいやばいやばい、反乱軍が死ぬ、今メディチ、いやー、わぁ、今すぐ塔に上がって、塔に上がる、なに塔に上がるって、これダッシュってどうやってやるんだろうな、ダッシュできない、どうやって上がるのこれ、どっから上がるんだよ、ダッシュってできないのかな、あ、そうかこれで飲むのか、違う、よいしょ、あはは、違うよ、よし、ここか、どこが敵、からね、敵がこっちか、あれ敵だろ、ほら次はこっちか、これ敵だろ、次、あーはー、うわっ、うわっ、うわ、次は、あ、これ敵か、やばいぞ、やばいな、これ生きてんのか、これ味方生きてんのか、一人しかいなさそうだな、これ、
うわうわうわ、どっからやれ、どっからどっから攻撃受けてるのこれ。お前か。うわ、まあ、味方も完全に全部死んじゃってんじゃない。やったな。まあ主に俺がやったんだけどね。マジでいいチームだよな。マリオと愉快な仲間たち。ありがちな相棒ものの映画だな。おお、かっけえ俺。ああ、いたいた。味方もみんな死んじゃったよ。久しぶりじゃないか。うん。スポークは砕けてない？フレームは無傷？このデバイスは時代遅れ、年代物ね。アップグレードする時期だわ。後で会いに来て、用があるときに。いや、用がなくても。うん。ああ、パーツを用意しないといけない。ディマ、ディマ、会えて嬉しいよ。ああ、どうもなんだよこいつ。なんかね、武器屋みたいな、なんかね、装備に興味がある。ああ、ミッションクリア、ようこそふるさとへ。うん、そのデバイスはもう時代遅れよ。アップグレードしに来て。アップグレード、どこへどこへどこへ。アップグレードの時、うん、さあ、この残骸なんかないのかな。あ、弾、弾がね、いっぱい手に入る。グレネードとか、うん、まあこんなもんか。うん、じゃあ行こう。いや、ダッシュとかね、どうやってやるんだろうな。ダッシュないみたいだな。ダッシュ、まあ、こ、うん、ちょっともうちょっと早くね、まあ、これを使ってね、多分早く動けるんだろうな、一瞬にして。うん、アップグレードの時、よし。フックね、あのフックで早くもう動くと。うわ、これは危険な仕事ね。メリチで反乱なんて。ん、こっちよ。あなたに見てもらいたいものがあるの。いいから。じゃあ早速改良モデルでテストをしましょう。パラシュートはある？ああ、よし、なら致命的な失敗は確実に避けられそうね。念には念を入れ、やはり安全第一でないといけないわ。ディマ、グアテマラを思い出して、私は現場には不向きで、あなたに助けてもらってた。グアテマラの後、バベリウムの研究を任された。バベリウムはなぜかメリチにしか存在しない。バベリウム、磁石の性質に加えて強力な爆薬や無限の燃料源に生成できる。無限の燃料源、間違った相手に渡りでもしたら、うん、なんか変なね、すでに間違った相手に渡ってる。それをみんなで変えるんだ。燃料というか、マリオは信頼できる。そうだろ、君はどうだ。多くの過ちを犯したわ。行動しないと許しは得られないよ、ディマ。ええ、でも私はちょっとね、キャラクターがよくわからないんでね。ワンとツーをやってないのでね。協力する、うん、グアルディアアルファで会いましょう。グアルディアアルファ、新しい装置をテストしましょう。ええ、何それ、新しい装置。いきなりもう新しい装置手に入っちゃうの？ん？なに、な、なに？は？グラップルを発射して、うん、リールを巻きながらパラシュートを開いて。フックを打て。あ、よし。もう一度よ。まぐれじゃないと証明してみて。それじゃあ私のところまで来て。あ、違う、間違えた。私のところってどこ？あっち。あ、木が。パラシュート中にグラップルを使って、
リールを巻くことで空中を移動できる。そう、まるで飛んでるみたいに。ダメだ。ちょっと微妙。まあうまく使えるようになればね、なんかね、あたかも飛んでるみたいに飛び続けてるみたいな。リコ、ストップ、止まって。危ない、壊れてる。爆発せずに済んだわ。爆発、安全第一。危ねえな。大丈夫か。もう動いていいわ。設計上の問題点は全て解決しておかないと。高いところは苦手。バカな、高所恐怖症のエージェント。笑える。仲間よ。ケレケレケレ。ウィングスーツ。何をしてるんだみたいなのかな。テクノロジーは日進月歩。グラップルデバイスをアップデートしたわ。腕がちぎれる可能性も減ったはず。いい？ニコのアイテムをつないで引き寄せられる。ニコのアイテム。マリオはこれをヒッパリーノ3と呼ぼうって言ったけど、ダサいのですぐに却下したわ。なるほど。では練習にうってつけなのは、例えばあのゲートとか。ええ、そこで早速試してみて。ああ、そういえば反乱軍はフェンスを登れないの。食生活のせいね。そういうことで。みんながひどい目に遭ってるのは知ってる。がしかし、これは全てを変えちまう。こいつで拠点をバラバラにできる。銃を使わずに。2つのものを引っ張ってとかってどうし、どうすんの？ん？フックを打て。取り付ける。取り付けろって言うんだ。ボタンは離してつなげろ。え？どうする？ドラム缶デュエルロープでゲートのフェンスに取り付けろ。わからないですね。取り付けろ。おう、こういうこと？ああ、長押し LT ロープを引っ張る。おお、来たぞ、突入だ。はあ、で、あのタンクを倒すのか。うわ、うおほほ、うわ激しい。うわ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 、みんな壊れる、みんな壊れるのか。うほほほ、うわ、あっちも壊れるぞ多分これ。うわ、これ火ついてる、あっちも。これない？そうか。うわ、すごい。3分の1区画が解放された。ディアベラはこの地区の統制を失いつつある。残りの区画を解放すれば地区を解放できる。なるほど。いや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 、巻き取り機能は正常ね。もう一つ手伝ってくれる？新しい座標を送るわ。うわぁ、すげえ。じゃあまた飛んでいきますか、ここの間抜けてね。よいしょ。おお、なんかちょっとね、慣れてる。これはひどい。
ファイアーウォールが穴だらけ。ファイアーウォールが穴だらけ。このネットワーク、猿にでも作らせたの？どうしようもないわ。一体どうしたってんだ。政府軍が来てる。攻撃されるわ。政府軍。昨夜の報復攻撃のつもりか。反乱軍が敵の地上部隊に制圧されてしまう。不謹慎だけどワクワクする。あ、攻撃されるのがってわけじゃなくて、つまり発明がテストできるチャンスだわ。それは。さあ、全は急げよ。両手を。こう。なんかまたつけてくれ。おい、何をするんだ。あ、いて。ん？ウィングスーツ。ウィングスーツを装着。な。これで滑空できる。なんなんで滑空できるの。その崖で試してみるのがベストよ。橋まで飛んで。自殺行為やな。成功を願ってる。お互いのために。いきなりあれですか、人手テストですか。間違いは正さないと。ん、こっから崖は飛び降りて、断崖から飛び降りろ。マジか、あそこに行くのか。えいっ。うわ、おい、ディマ、こいつはなかなかいいぞ。ほわ、よいしょ。言い忘れてたけど、実験段階の装置 GE64 を持たせてあるわ。これはバベリウムで作った設置型爆薬なの。じゃあ、この橋から行くか。ん？爆弾、どうやって仕掛けん？R ボタン。え？こっちにも。どこか見晴らしのいい場所を探さないとな。ちょっと遠いかな。もうすぐ連中がそこを通るはず。急いで。やばい。ああ。よいしょ。よいしょよいしょよいしょ。さあどうだ。よし、うん、準備 OK だ。お、橋を、よいしょ。あ、橋に差し掛かるまで待て。何が？車両部隊。車両部隊ってどれ？あれか、あれか。奴らは何が起こったかわからないだろうな。よいしょ。ああ。やった。やった。こういう時に決め台詞は考えておいた方が。完璧。待って、うん。敵のヘリがそっちに向かってる。マジか。ヘリ。地対空ミサイルの砲台2機が近くにある。うん、座標を送るわ。ハッキングできるかも。サム。サムどこ？サムどこ？サムどこ？あそこか。わあ。Yeah. コマンドパネル、ハッキング？これで砲台はこっちのもので、うん、もう一機あるはず。急いで。どこ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 。こっち。早くし、早く早く。ニコ、ヘリコプターが来た。サムの準備は間に合わないわ。え、マジで。間に合ったでしょ。よし、
これでバッチリなはずだ。長押し長押し長押し。よっしゃ。ありがとう、ディマ。やったでしょ。完璧でしょ。こちらこそ実験台になってくれて。じゃあね、バイバイ。もう目まぐるしすぎ。リコ、もしもし。俺だよ、マリオだ。マリオフリークで。俺のおばあちゃんちは覚えてるか。知らん。今夜料理を作ってくれるから絶対来いよ。綺麗だな。オーバー。マリオ、どうやって無線を手に入れた。なんだよ、みんな持ってるぞ。リコ、最後にオーバーって言わなきゃダメだろ、オーバー。みんな。オーバー。細けえことは気にすんなって。ばあちゃんはもう作ってるんだ、遅れるなよ、オーバー。はい、まあジャストコーズ1回目プレイね、まあかなり派手で、いろんなことをね、最初のうちからやらせてくれるっていうところでね、はい、まあいろんな乗り物とか。リコ、夕食が冷める。はいはいはい、ばあちゃんに大目玉を食らうぞ、うん、とにかく来い。まあね、一発目、まあ、ちょっとまあ、いい時間になりましたのでね、これで、プレイ終わりにしたいと思います。また引き続きね、この続き、次回やっていきたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。回転でした。